よ、確かに。12月なのにあったかい。こんにちは。今日は18度ぐらいですね、はい、例年の気温に比べてだいぶあったかくてですね、ちょっと動いてる気があったりとか、結構予想ができない気象になってますけども、今回はですね、この黒松の12月にやるといい作業ですかね、をやりたいと思います。12月までに やるといい作業をやりたいと思います。はい、はい。でまずこの素材なんですけど、Q さんが2年前ぐらいに買ってきたやつですね。黒松、秋元園芸さん、はい、韓国産の畑で育った黒松、はい、ニハオですね。違います。あ、すごい。アニョハセヨ。アニョハセヨですね。失礼いたしました、はい、なんかね、日本の黒松と似たような感じ。いや、日本の種なんじゃないのかな、ね、あ、そうなのかな、多分。あの値上がりが、芸が面白くて、はい、こじんまりできれば面白いんじゃないかなっていう、そういう木ですかね。これを、どうしたらいいかっていうような動画をやっていきたいと思います、はい、今日はですね、まずこの黒松、この木に限らずですけど、いろんな黒松やってあげた方がいい、ハスカシっていうやつをまずやってあげる。その後にちょっと曲付けですかね、針金を使って、形を作って いければなと思ってますんで、今回2つのポイントをやっていきたいと思います。でまずハスカシについてちょっとやっていきますね、はい、でまず見本としてちょっと本当にいらないやつを切っちゃいます、うん、はい、はい、これが、今年伸びた、芽になります。元を見てみると芽切りはやってないっすね。ない今年ね、芽切りを全くやってない芽になりますけども、見てみますと、去年の葉っぱがまだついてますね。ちょっと分かりづらいんだけど、先の方がちょっと黄色くなってます。これが去年の葉っぱかな。ちょっと分かりづらいけど、ここになんとなく層ができてるの分かります、うん、層というか生えてない場所が生えてないの、はい、ここまで、まあ、去年の葉っぱなんです、はい、でこれを取ってあげます。これを取った時にまだ硬いようだったら、こうやってハサミで切ってあげる方が木のためですね。こうやってむしるとここに傷がつくわけですから、はい、まあ、なるべく木のことを思うのであれば切ってあげた方がいいかなと。これやった方がいいんですか？そうですね、中に光を当てたいっていうのと、あとはちょっと後で説明しますけど、力をなんとなく均等にしたいんですね。なるほど。なのでまずは元気にしたいんであればずっと全部つけておいた方がいいんですけど、それにしても上と下で強弱出てきますから、粗さ整えた方がいいですね。なるほど、はい。で、まあ、今年の葉っぱになりました。その後考えなきゃいけないのが、ここで間引くんです、葉っぱを。前もちょっと説明しました。出た。いつもこういうのやりますけど、うん、こういうのとかやるね。はい、今回はこれ黒松の葉っぱをイメージしてください、はい、でこの真ん中にこう芽があるという感じをイメージすると、葉っぱが、まあ、2つついでこうやって生えてますけど、こう生えてる中で1個飛ばしで抜いていけばいいんですね。そうするとすごく綺麗に、間引きます。間引く時もですね、やっぱり木っていうのは上から順に強いですね。なので下枝はすごく弱いんですけど、上は少し強めに本数を抜いてあげて、下はちょっと残し気味で取ってあげます。まあ、その中で七五三って言葉を使うこともたまにあるんですけど、それはまあ極端な話、上を3枚にするとかで5枚7枚にするって言い方をする人もいるし、下から順に3割5割7割取るとか、逆に言うと上から3割5割7割残して取るとか、いろんな言い方するんですけど、まあ要は強弱をつけてあげましょうっていう話ですね、はいはい、それは今年の葉っぱね、今年の葉っぱです。それをやってあげることによって、強い 上の枝は、勢いを弱めることができますし、下の弱い枝は、逆に言うと、光が当たるようなより強くなってくるっていうわけです。っていう作業を全部やってあげます、はい。ちょっと時間はかかりますけども、丁寧にやってあげることでこいつは来年に向かって元気になっていきますので、分かりました。大切な作業ですね、やってあげましょう。これいいですね。あ、なのでこれがじゃあ一番上の枝だとしましょう、はいはい、そしたらだいたい七五三の法則で言いますと、だいたい1列ぐらいには七
してあげるといいかな。これぐらいに。このぐらいまで減らすと、はい、してあげましょう。はい、こうある中でもこうなってますから、うん、下から順々に螺旋でいくと、最後には多分1列になるんです。2列とかそういう感じで残ってきますので、1列っていうのはそういう意味で言いました。であとはちょっとこの中で、目かきも全然やってないんですね。やってない、はい。目かきもですね、同じようにこの手で説明しますと、例えばじゃあこうやって出てたとします。葉っぱ、目、さっきの葉っぱさっきの葉っぱね。目がどう、うん、そんだけ4つも出てたってこと。じゃあ目が、じゃあ3つにしましょう。3つに、はい。そしたらいつも言いますように盆栽っていうのは二股で作りたいんですね、うん、基本的に三股になっちゃうとここに栄養が溜まっちゃいますので、二股で作りたいんですけど、なるべくは横横に枝を残したいんです、はい。なのでこう枝を出てきた場合は上の飛び出た枝を切ってあげるとこの枝が残ります。そうすると横と横じゃないですか。でなるべく、まあ、同じような大きさのやつを残してあげるといいですね、うん。例えば中指と小指みたいなちょっと極端に差が大きすぎたりとかするよかはちょっとなんかこう同じような太さが残るといいのかなっていうふうに思いますので、はい、小さすぎるやつも取ってもいいと思うし、逆に太くて長すぎるやつは間延びしちゃうので中くらいのに立て替えてもいいし、そんな感じで残してあげるといいと思います、はい。特に目切りをした木だとね、目いっぱいあるから。そう、例えばここにありますよね。ちょっとずれてますけど、まあ要は4本みたいな感じですよね、うんうん。まずこれは僕は切っちゃいます、はい、上から出てる、上から出てで、ちっちゃいし、これとこれどれを残すかって考えるんですけど、さっきの法則で言うとこれ中くらいがこれぐらいで強いのがこれですね。ただもう一個考えることは、綺麗な二股を作りたいんですよ。なので V の字に綺麗で言うと、まあ、これとこれが一番綺麗かもしれないですよね、うんうん。これとこれを残してしまうとここがもうガバッとカエル股、カエル股っていうかね、本当に開脚みたいな感じになっちゃってますよね。なのでこれを要は針金で寄せてあげないといけない。その能力をやるよかはこの綺麗な V の字を使った方が僕は楽だと思っちゃうので、はい、僕はこういうのはこう切っちゃいます、はい。そうすると二股の枝ができました、うんうん、っていうのを全体にやっていきます、はいはい。それと同時並行でこのフルッポも取ってあげるっていう感じですね、うん。まあ、これを12月までにやってあげることで必要な芽にしっかり栄養を送ってあげることができますので、なるほど、はい、やってあげるようにしましょう、はい。やらなくてもいいっちゃいいんだけど、うん、やってあげるのやってあげないのではだいぶ差が出てくると思います。これ赤松も同じですか。赤松も同じですけど少し樹勢が弱い面があるんで、黒松ほどは極端にやらないです。極端にやらないというのはハスカシの本数は少し抑えて、うん、葉っぱ残し気味でやるといいと思います、はい。ただ芽かきはやった方がいいと思いますね。ちょっと時間がかかりますね、はい、これ。赤松のフルパもう落ちてますよね結構。あの黄色くなってるところが多いと思います、ね。黒松の方が長いんですね。あとは置き場にもいるし。そういうのもある。ちなみに1月になったらなんでダメなんですか。まあ、なるべく早く取ってあげた方がしっかり来年栄養を蓄えることができるっていう意味で12月って言ってるんですけど、まあ、目出し前にやればいいんですよ。じゃあ最悪1月にこれを見た人も1月2月でも大丈夫、大丈夫、うん。でもなるべく早くやってあげた方が準備できるんで、うん。冬もね黒松って動くんですよ。なんであのしっかりいらないところには栄養を送らないでいい、済むようにしっかりいるところだけに栄養をあげたいので早めにやってあげるといいですね、はい。本当はもっと早くやるべき作業ではあるんですけど、11月とか。そうなので、まあ、12月ぐらいまでやればいいと思います、うん、はい。でちょっとですねいらないところもあるので、例えば今回はこっち正面で作っていこうと思うんですけど、はい、これが挿し枝、ここはここに来る枝、これが頭なんですけど、これちょっと出てるポイントが悪いので、これは一番強いんですけど取っちゃいます。切るときちょっと長く切ってた方がいいかもしれないですね、はい。であとこういうところですね、去年とか一昨年切ったような場所、はい、もう取っちゃいますんで後で、また枝で切ります。
それ最初からそうなってましたね。こうやってなんで長く残すかっていうと、こういう芽の際で切ってしまうとこいつらが影響を受けて枯れちゃう場合があるので、はい、なのでは長く残してたんだと思います。というのは若い木には特にですね、こっちだけで切られるかっていうとちょっとそこは不安定な状態なので、はい、なのでちょっと際で切らないようにしてたんだと思います、はい、まずこういうところはですね、もう際でいらないと思います。もう枯れてる？もう中は枯れてる。ここはちょっと、うん、それっぽく残す、うん、こんな感じでシャリっぽくしておきました。うん、爪人みたいな。そうですね、うん、今度は針金をかけていきます、はい。まあ、この飛鳥市の作業はこんな感じでいいかなと思います。ちょっと振り返ってみますと、例えば強い場所っていうのはもう今これだと5本ぐらいかな、うん、か5本ぐらいになってますね。その中で弱いところってあるんですね。例えばこういうとことか、うん、こういうとことか、こういうとことか、こういうとことか、これはちょっと多めにつけてます、はい、で下枝もちょっと残し気味でやってますね。でちょっと針金かけていきます、はい、この木はそこまで極端には曲付けてはいらないと思うので、うん、軽めの、柔らかいような針金かけをやっていきたいと思います。使うのはもう導線でやっちゃいます、うん、結構これもうどう作ればいいか分かんなかったんですけど、うん、この状態になるとちょっとなんとなく分かりますね。太いけど肌がそんなに来てないんですよね、やっぱ ね、 そうですね、若いから。まあ要はここに太いのがあるっていうことはこんだけ長かったってことですよ。走らせた木っていうことですね、うん、そうそう、ね、するとここが太るわけ、畑で、はい、そういうところで見てあげるとなんだろう、盆栽選ぶときにはいいポイントになると思います、うん、どういうところにあったんですか。曲げてますか？もう終わっちゃう。終わっちゃう。1個あるんですけど。何ですか？植え替え多分今年来年か、はい、すると思うんですけど、ちょっとこう起こした方が。僕はこのぐらいで作ってたんですけど。あ、ちょっと起こす？はい、あ、じゃあ同じ意見です。ここがね見えた方がいいっていう。はい、こんな感じです。できましたか？はい、できました。ありがとうございます。最後にちょっと長い葉っぱをちょっと切ってあげますね。整えたいと思います、はい、はい。これだけ元気あれば、切って大丈夫なので、まず最初にちょっとだけある程度長さを切ってあげて、これは見栄えを良くするためってことですね。はい、やんなくてもいいです。やんなくてもいいです。でやってあげると中の方に光が当たるっていうのもあるんで、うん、完成。完成。はい。あら、雑草が抜けてる。あ、さっき抜いておきました。はい、こんな感じかな。もうちっちゃくなったね。こんな感じで。はい。まあ今日やった作業はハスカシ、と芽かきと、ハイガネかき、三つになっちゃいましたね。はいはい。はい。まずは今年の葉っぱまで全部取って、そこから今年の葉っぱも、間引いてあげる。そうすることに光を入れてあげたりとか、強弱のバランスをつけてあげる。であとは3つとか4つが出てるところを二股にしてあげると、綺麗な枝ができます。っていうところと、最後に静止をした感じですね、うん、で最後にちょっと整えましたけど、こういう形で、来年の、芽吹きを待っていくといい気ができるんじゃないかなというふうに思います、はい、枝の長さをこれくらいで維持して太くさせていけばいい。そうで、あと枝数増やして、じゃあそれは芽切り、芽切りですね、芽切りですね。これただも荒れてくるようになると思いますから、うん、そうすると
ちっちゃいあの製法の鉢とかあげると、うん、まあ、商品の羽出しに使いたいとか、うん、そういうような木になってくると思いますので、まずは一回骨を作っていくっていうのが重要かなと思います。やっとなんか盆栽っぽくなってきましたね。ありましたか。手元に来てから2年以上、まあ、でもあの時だともう本当に細かいすぎる枝がいっぱいあったような状況だったしね。そう、いや一回伸ばした太いのがドンドンってあったんです。そうです。それを切っちゃった。1年かけて切ったんですよ。ああ、で目切りをしなかったから、そうそうそう、こうやって細く伸びた、そういう感じだと思います。なんでまあこうやって順を追ってやっていくと、こういったサイズの木ができてきますので、はい、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます、はい、もう来年ぐらいにはそれなりに見えそうな気しますね。どうですか。ちょっとね、まだ早い、古さがね、肌が来るまで。いいんじゃないか。植え替えないことだと思いますね。あ、植え替えない方がいいですか、うん、もうすごいですよそれ。金根菌、それね、あのね、上の方の土ちょっとめくってもね、白いのいっぱい出てくるんですよ、うん、肌をこうさせるためには植え替えないって思う。じゃあもうしばらくもう今年も植え替えずに置いておきます、はいはい、今日はこんな感じでやってみました、はい、この動画がよろしいと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。なんだっけ、1個も覚えてない。 Por favor suscríbete al canal. Por favor. Por favor. Por favor suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Adiós. Adiós.Adiós. Adiós, amigo. Bye bye. Bye.